正しいことのために働きたいと安忍に入りました。ですが今は正しいことが何なのかさえ分かりません。正しいとは何ですか？安忍第二部隊隊長唐獅子源氏と申します。初の実戦訓練が忍者にふさわしいものであることを示せ。それで我々は正義を守れるんですか？安忍の仕事は平和を守ることだ。どうして当たり前のことがわからないんだよ。悲しいに決まってるだろ。苦しいに決まってるだろ。お前は生まれに恵まれた。私は生まれながらに出来損ないだった。あなたに必要なのは復讐ではなく、自分の守るべきものを思い出すことです。必ず生きて伊賀を守るぞ。忍びの一時として最後のけじめをつけに行ってまいります。